今シーズンの広島躍動の一つの今度はテーブス海ちょっと接触があったかというところでしたがノーファール。寺島は周りを見ながら外浅山フェイク中に入ってきた。寺園のロングのキック、寺園アタックはいや外振る、中野、中野早いチェックがありましたが今度はジェネットのブロック。でもあれファールなんかそこまでいってるんでね、はい、プレッシャーはかけているんですが上回ってきています。さくらから中、これよく見ていた、ショットブロック止めに行った。元北海道田島朝日からジェイコブセンへ、そして田島よくラモスが手を出していた、いいブロックショットがありました。インサイド空きました、須田ブロック、ジェイジェイ、そこから野崎から中村、ワイドオープンです、ジェレミー・ジョーンズ3。少しターンオーバーが多くてそこから、イーグルスに走られてますよね、はい、これジェレミー・ジョーンズのブロック。誰に立つか、森ショットブロックは8秒7秒、須藤ブロック、素晴らしいブロック、西田のブロックありました。あとこれはファウルがあったでしょうか。ペトンからボールを受けたガドソン、今度がマッチアップミスマッチとなりましたが、さあはい3番、このシュートはブロックしました。この時間帯いかに、寺園からもう多分いいパス、おっとブロックショット、ジェイコブセン、トーマス、ここミスマッチ、バランスキート、そして渡辺龍ステップバックから、ここサイズの手が伸びてきました、バランスキースリーポイント、篠山、あったブロック、奥院のブロック、ラベラを走らせた、坂本拾ってそこから中東リバースレイアップブロック、いやこれはオープンな展開です。ミスマッチになっている、ヒースには入れられない、ここでヒースに入れた、アートブロック、なんというブロック、飛んできましたか、はあ、これいや相当高いですよこれ、はい、当然フロントコートから始めます、杉浦ミスなく